米国務省のプライス報道官は17日の記者会見で、アフガニスタンの全土を掌握したイスラム主義組織タリバンが、首都カブールから退避する民間人らに対して空港までの安全な通行を保障したことを明らかにした。国防総省によると、米軍は1日あたり5000から9000人程度の退避を続ける方針。タリバン大統領補佐官、国家安全保障担当は記者会見で、タリバンをアフガンの正当な統治者と認めるかどうかは時期尚早だとの認識を示した。ただ、逃亡したガニ大統領は、もはやアフガンで考慮する要素ではないと指摘した。